皆さんこんにちはテルトイズ東京チャンネルのテルですえ今日は、えー、ニュースの、えー、増田孝久さんの、えー、ベアブリックのコレクションを、えー、解説と考察を一緒にやっていこうと思ってます、えっと、数ヶ月前に、えー、ある番組で、えー、増田さんが えー、ベアブリックのコレクションを公開したんですけど、まあ、僕はちょっとその時は知らなくて、その後に知ったんですけど、で、その時に、えっ、ー、と、ブリスターボードに入ったベアブリック2枚と、あと大きいカウズの1000%を紹介したんですけども、えー、それを、えー、多分、 大体合ってると思うんですけども、えー、端から順に、えー、このベアブリックはどういったものなのかとか、あと他にいろいろコレクションを見るとわかることもあったので、それを解説していこうと思います。えっ、ー、と、まず1枚目、右上から、 順番に説明していいこうと思います一番右から、えー、ミニマウスミッキーマウス、えー、これは、えー、白黒バージョンというもので、えー、と2個セットで販売されたものですねこれはまあ多分まだ現在も、えー、買えると思いますでその隣が、えー、今和の清志郎の ベアブリックこれも販売されたものですね今はもしかしたらもう買えないかもしれませんねでその隣が透明の招き猫でその隣真ん中ですねプリスターウォーズの中心真ん中が竹工タイプのニアブリックその隣が えー、さっき、三個目に説明した今わん京ロのもう一種類のバージョン。えー、これも販売されたものですね。で、その隣がウルバリン。で、えー、最後、二つが、えー、東京スカイツリー限定の、えー、ラーメンが入ったバージョンですね。クリスマスバージョン。えー、二列目いきます。えー、右から、 4つ、えー、スポーツ、えー、柔道、水泳、サッカー、バスケ。で、真ん中が、えー、これ、白いベアブリックなんですけども、これがちょっとよくわからないですね。白いベアブリックっていうのは、まあ、何個かはあるんですけど、これを見ると、ちょっと模様があるのかどうかはちょっとわからなくて、白い猫っていう、 ウェアブリックか、うーん、素体ってことはないと思うので、うん、これだけはちょっとよくわからなかったですね。で、えー、その隣2つが、えー、コリラックマとリラックマのクリアバージョン。えー、その隣がチッパンデール2パックの2体セットのものですね。で、えー、2列目は、 えー、スポーツの4体は、まあ、これは、えー、まだ買えるのかなうん、そんなに珍しいものではないですね。でえっと、リラックマとチッパンデールは多分もう今売り切れてるんではないかと思います。えー、3列目、えー。一番右が空、えー、いてます。何も入ってません。で、隣がケロロ軍曹。 その隣がロボコップ。その隣が、えー、ベノム。で、真ん中がジュエティのベアブリック。で、その隣が、えー、東京タワーのフルムバージョン。で、最後、えー、3つ。これも、えー、スカイツリー限定の、えー、空町限定のメタリックのスカイツリーが3種類ですね。 で4列目は、えー、右3つが入ってなくて、えー、そこから、えー、6個。これが、えー、渋谷の6分の1計画の限定のベアブリックですね、全部。で、これは、えー、実際に、えー、あるので、ちょっと見ていきましょう。えっと、通常はこういった、えー 袋に入っているものですね。これは、えー、ゴールドです。で、これは、あのー、期間限定で、えー、その時に、えー、渋谷の6分の1で、えー、ベアブリックなど、えー、買った人のみに配られたものなので、うん、しかもその6種類あるんですけど、結構時期が、 ちょっとずれてたりするのでまあそのずれた時期全部に行ってるというよりはおそらくネットで全部集めたのかなっていう感じはしますね6分の1にそれかあの定期的に行ってるかのどちらかですねはい、えー、一番下の段、えー、右一番右が空、えー、いていて隣が えー、スポーツの水泳2個目。えー、これなんで2個水泳が入ってるんですかね。これはちょっと不思議ですね。えー、その隣が、えー、ハロウィン、えー、のオレンジですね。えー、その隣がこれは最初がちょっとよくわからなかったんですけど、おそらく おそらくですけど、ゼップ東京のウェアブリックじゃないかなと思います、えー。その隣から5個が全部同じシリーズの、これも、えー、ハロウィン、ディズニーのハロウィンのハッピーくじの、えー、ラストショーになりますね、えー。くじを最後に引いた人しかもらえないウェアブリック5個セットですね。えー、これが1枚目の、えー 解説になります、えー、ここから先は、えー、と考察になるんですけども5個、えー、空欄が空欄というか空いてるところがありましておそらく、えー、ここの5個は本当は最初埋まってたんじゃないかなと思います。何かの事情で、えー、5個 なのか、うん、多分5個ぐらい持ってるはずなんですよね。だけどもそのまあ、テレビに出すにあたって、えー、例えば、えー、なんかロゴが入ってるとか、何らかの関係で抜いたような気がしますね。まあないとは思うんですけど、もしかしたら あの、5人組のベアブリックが出てるので、まあ、それは入ってないのかななんて、勝手なことを思ってますけども。はい。えー、あとは、えー、空町と、えー、6分の1のベアブリックが結構入ってました。なので、まあ、こっから先も、 わからないんですけども考察になるんですけどもまあおそらくいや,やっぱりビアブリック好きっていうのもあって空待ち店と渋谷の6分の1には行ってたんではないかと思いますただ、えー、これを見ると、まあ、ちょっと前のものなので、まあ、最近はちょっと行ってないのかなってまあ忙しいと思いますからねほとんどネットで買ってると思うんですけども はい、えー、2枚目いきます。えー、2枚目は、えー、1枚目よりは、なんて言うんだろう。多分、気に入ってるものを入れてる感じがします。で、えー、これは、あの、やっぱ入れ方も、多分、まあ僕もそうなんですけど、やっぱ考えるんですよね。どういう風に入れようかなって。ただめちゃくちゃに入れてもね、あれなんで。で、これ見ると、えー、まず、 えー、一番右縦の列でスヌーピーが、えー、4体入ってますあもうこれは完全にこだわりですよね縦にスヌーピーを入れる横だと4種類だからこうちょっとなんかうまくいかないなみたいなじゃあ縦に4種類だから縦に入れようみたいなうんですねでその隣が、えー、一番上なんですけどスヌーピーの隣これはクリスマス の、ベアブリック、サンタンのやつですね。で、その隣が、あれこれ009かな多分009だと思います。あ、また、あもしわかれば、後でいい、えー、付け加えますけど、多分009じゃないかな。で、その隣が、えー、シリーズの、えー、20のジェリービーンですね。で、その次が、 えー、なんだろうこれ。何だったっけシリーズものですね。シリーズのアーティストで、これも20だったかな。ちょっと後であの字幕つけておきますで。その隣が、えーと、エイプですね。えー、これは24カラットとコラボしているやつだっけあ、違うな。これ。雑誌の方かな。そうですね。センスとのコラボのエイプの方かな。で、その隣が、これもシリーズ20の SF。 で、その隣が、えー、多分 BWWT のミッキーですね。で、一番上の一番端、えー、これは、えー、っと、スーパーマン。これをかなり昔、2006年だったかなの昔のやつですね。で、二段目、えー、えー、っと、えー、右、あ、右側が、あの、スズーピーのキャラなんで、チャーリー・ブラン。で、その次がギズモ。 で、最初これ3個目なんですけど、最初、んちょっとよくわかんなかったんですけど、よーくアップしてみると、これかなりのレアなやつで、おそらく、えっ、ー、と、フェンディの多分マルチカラーだと思うんですけど、これは、あの、多分彼が持ってるベアブリックの中でも、おそらく一番レア。 でではないでしょうかね、この,あのボードを見る限り。だから本当は真ん中に入れてもいいような気がするんですけど。うん。その多分レア度は多分分わかってると思うんで。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、実物、えー、出します。えっと、これはフェンディのベアブリックで、えっ、ー、と、ハンドバッグを買うと、一つ、えー、もらえる。 ベアブリックで、まあ、ハンドバッグと言っても、おそらく8万から10万を買った人しかもらえない、えー、まあ、レアなベアブリックですね。で、これは、えっ、ー、と、6種類ぐらい、えー、色違いであるんですけど、その、マサさんが持ってるのは、その、さらに、あの、レア度が高く、マルチカラーバージョンって言って、これはね、配られた、 あの正確な情報がわからないんですけど、えー、相当な顧客とかバッグをいっぺんに何個も買ったとかそれからランダムかわからないんですけど、えー、これがマルチカラーバージョンですねなので、えー、他の普通のゴールドとかレッド、えー、ブルー何回もあのレア度がかなり高いです。 これだけでもまあ小さいのもついてるのでおそらく彼はもう小さいのを持っているはずですえあ、ー、まあたい45万未開封状態良ければ45万ぐらいの価値はあると思いますはいえー、その隣、えー、フェンディのマルチカラーの隣が、えー シリーズ20のアーティストのやつですね。その隣もシリーズ20の、えー、ト,イトイストーリー3のロッツォ、ハグベア。で、その隣があの、シークレットの佐藤ですね。その隣が、えー、またシリーズ、えー、確か20の、えー、仮面ライダーの、えー、裏バージョン。で、隣がやっぱシリーズ20のアイアンマン。 でその隣にまたシリーズ20のパターンですね。なので、これを見ると、あの、シリーズ20がかなり多いので、シリーズ20は箱買いしたのか、うーん、そうですね。これだけシリーズ20が続くってことは、おそらく箱買いしたんじゃないかなと思います。えー、真ん中の段、えー、右は、もうさっき言った通り、 えー、スヌピその隣が、えー、っと、ももというタレントさんのウェアブリックですね。これはシークレットでした。えー、その隣が、えー、ニコパンダ、えー。ファッションデザイナーの人がデザインしたウェアブリックですね。その隣が、えー、ベーシックの R。 ですね、なぜかこの R だけが1個入ってるっていうのはちょっと謎なんですけど、はいえー、R だけが入ってますね、はいえー、真ん中が、えー、シーズン4の、えー、パターンですねでその隣2個が、えー、バビっていうあのチョコレートの、えー、お店のベアブリックですね一応、えー、今 画像の真ん中にバビの400%を置いてみたんですけども、えー、バビも結構いろんな種類が出てて、えー、とバビとミッキーがコラボしたのとかは結構レアかなって思います、はいえー、それで、えー、最後の真ん中の段左2個が、えー、やっぱりシリーズ20のパターンとホラーの裏バージョンですねで、えー、4段目 えー、右が、えー、スヌーピーのキャラで、えー、その隣がエヴァンゲリオンシリーズ27かなで、えー、その隣が、えー、インダストリアルのベアブリックこれはね僕も結構好きな、えー、デザインですねでその隣は、えー、シークレットだったかな不駅のベアブリック隣から12345体が、えー、全部グリーティング のベアブリックで、ことかお中元、えー、出産こ、子供ですね、赤ちゃん。で、結婚式の2体です。えー、最後の段は、これは、彼のこだわりですね、えー。エイプのベアブリックが、おそらく全部入ってると思います。なので、まあ、やっぱりエイプとか、は好きなんじゃないですかね。 ま一枚目二枚目のブリスターボードを見る限り結構やっぱりキャラクターものが多いですねそのファッションの他にはキャラクターのスヌーピーとかミッキーもあるしえー、ケロロとかまあベノムとかもあるしやっぱそういうキャラクター系も 好きなのかなって思いました。えっと、彼はそのテレビでそのベアブリックの沼にはまってますみたいな感じで言っているんですけど、まあ、もっともっと沼にはまってもらいたいですね。なので、その、おすすめのベアブリックをここで紹介したいと思います。 はい。えー、まず、一、えー、つ目は、カウズの人体模型ですね。えー、この三種類は、えー、間違いなく、彼はきっと喜ぶと思います。はい。これ欲しくない人はいないと思います。ベアブリック集めている人なら。はい。二、えー、種類目は、えー、こちらの、えー、レイカーズのベアブリック、えー。海外限定のベアブリックっていうのも結構今発売してまして、 えー、こちらは日本では発売してません。で、えっ、ー、と、全6種類100%。で、こちらのベアブリックは、えっ、ー、と、大きいサイズ、えー、400%もあるので、まあ、一緒にこうやって並べて飾ってもかっこいいかなって思います。今日この動画を見て、あの、ベアブリックに興味を持った人もいると思うので、えー、これからも、えー 数千種類あるベアブリックをどんどん紹介していきますので、よかったらまた見てください。今日の動画はこれで終わりです。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。